はい、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい。はい。えーね、みてさんがね、えー、寝てますね。<laughs> そこでね、邪魔をするパナさんという感じですね。はい。えーまあ、皆さん、こんにちは。あーまあ、なんというかね、え、やかたさんの記事からなんですけど、なんかね、 アメイの国ね、えー、まあ、いろんな大変なことが起きてるんですけど、なんと、あの、デンバーですね、デンバー。はい。デンバーといえばは、あの、イルミなんちゃらの本局地でございます。はい。ええー、まあね、デンバーの空港にはね、イルミなんちゃらのいろんなものがありますからね、こちらもね、後でね、えー、そのうち、あの、以前解説したんですけど、まあ、ちょっと不完全なままだったんで、 まあ,あ、ちょっとね、そのうちね、また解説していきたいと思っております。はい。えー、まあ、デンバーなんですけど、おデンバーでね、なんとお、玉突き事故が。はい。それもね、桁が違いますよ。はい。なんと100台の玉突き事故だそうです。はい。えー、まあ、これね、えー、まあ、雪が降ったっていうこともあるんですけど、まあ、急にね、あのー、雪降ったんで、えー、まあ、路面がね、 えー、凍ってしまったんでしょう滑りやすくなってね。しかも、あの、100台っていうのはあれですよね。はい。えー、まあ、100台の玉突き事故があったということで。はい。えー、まあいろんな原因は考えられますけどね。えー、まあそういう滑りやすくてもね、いくらなんでも100台、はっていう感じなんですよ。はい。えー そういうことですね。まあ、運転ミスっていうのもあるんだとは思いますよ。運転ミス。はい。えー、まあ、いろいろありますよね。あのー、ね、アクセルとブレーキ間違えて踏んだとか。はいあ。まあ、そういうね、ボンミスもありますからね。こういう時はね。はい。あれどっちだっけみたいなね。はい。そしてね、えー、またね、えー、まあ、自動車の整備が、 よくされてない車もあるとは思います、アメリカなんでね。はい。まあ、多分ね、そして、えー、まあね、例の、ね、晴れのね、影響もあると思いますよ。えー、判断ミスしやすくなりますから。はい。 まあそういうことでございます。なんて言ってもね、桁違いますからね、100台ですよ、100台。はい。えー、これからね、なんか思うんですけど、こういうことがね、ヌッポンでも起きてきそうな気がします。はい。えー、まあ、なんて言うのかな。あー、キャンディーのね、えア、ー、メちゃんの場合はね、あれですからね、えー、食べてる人もね、そこそこ少ないですからね。 はい、えー、それなのにこういう事態が起きているということですね。はい、これ本当に天候のせいだけなんでしょうかということです。まあね、いろいろありますけど、はい、いろんな景品がありますよね。はい、まあそういうことです。なのでね、えー、まあ、皆さんもね、えー、外出の際には、はい、 外出の際にはね、気をつけてください。はい。えー、車道側にはあ、あんまり行かない方がいいかもしれませんね。えー、歩道を歩くときも、歩道の、何て言うのか、歩道寄りの方をね、なるべく歩くようにした方があ、これからいいかもしれませんね。はい。まあ、いろいろこれから出てきますよ。特にね、冬に向かっては。はい。えー、そう思っております。なのでね、えー、注意して、 はい。一日頑張りましょう。ということでね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄ばばでした。はい、どうですかバナーちゃん。えー、ミケちゃんはね、いい感じで寝てますね。はい。はい。尻尾すごいですよ。はい。はーい。